はようございます。2011年6月の30日ニューヨーク証券取引所より NYFPTV の二等部がお伝えします。はじめに29日米格付け会社スタンダードプアーズが米国が8月4日に満期を迎える短期国債を償還できなければ同国の格付けを直ちに選択的債務不履行に引き下げると言明しました。S&P でソブリン格付け委員会の委員長を務めるジョン・チェンバース氏は、米政府が元本を償還できなければ、格付けは D になると述べ、支払い猶予期間はないため、国債が満期を迎える8月4日の直後に格下げになるとの見方を示しました。また、他格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスも、米国の国債について、連邦政府の信用度と強く関連した格付けを持つ大量の債券が発行されていると指摘し、米国の格付けが引き下げられた場合、格付けに関して連邦政府と強い関連がある州や地方自治体も格下げとなる可能性があると言明しました。連邦住宅抵当金庫や連邦住宅貸付抵当公社、連邦住宅貸付銀行、連邦農業信用銀行など格付けに関連して連邦政府と直接の関連があるものについては米国債の格付けに対するアクションと同様の対応が取られると言明しました。国債に関連しては29日ホワイトハウスにて行われた記者会見にてオバマ大統領が高止まりしている失業率を押し下げるため新たな雇用創出促進のため給与税優遇措置の検討や建設支出促進に向けた融資を承認するよう議会に求めており、連邦債務の上限引き上げで予算交渉が行き詰まっている状況での今後の与野党協議をさらに困難にする可能性を高めるような発言をしたばかりでした。以上、ニューヨーク証券取引所より二等部がお伝えしました。